はい、どうも皆さん、こんにちは。で、今回はですね、カイオーガっていう伝説のポケモンをね、取っていきたいと思います。じゃあ、ここで、謎のかけらで、大会の石板かな?大会の石板。これを、と交換していきたいと思います。いや、前回はね、ミュウツーゲットしたので、次からは、エメラルドとか、レッドとか、あとはサファイア。そうだ、あ、ルビーか。ルビーとサファイアね。だからグラードンとカイオーガ、あとはレクザら辺を取っていきたいと思います。で、確かね、カイオーガがこの中だったかな。一回この中入ってみるか。よし、一応波乗り使ってね。で、中に入ります。で、ここが確か、そうだね、大会の部屋。 OK。 じゃあね、ここに石板を入れます。さあ、カイオーガ来るのだ。どんな感じかな?ホウオウとかミュウツーとか同じ?あー、だけどまあちょっと同じかもしれないな。まあいいや。じゃあここで一回、レポートして、対戦して、ゲットしたいね。オッケー。さあ、頼むよ。カイオーガ。うわー、だけどカイオーガかっこいい。もう全部かっこいいよ、伝説のポケモンは。やっぱてか、ハバナスパークは最高だな。雨降らしね。まあ、いつも通り最初はクイックボールで挑戦かな。一発で取れたらめちゃくちゃ嬉しいけど、かなり稀だからな。あー、いやー、だけど結構惜しかった。正直行くと思ったけど、やばいな、冷凍ビーム。おお、キョキョキョ。で、一回、で、一回ここは電磁波。で、行くか。OK。これで麻痺状態にして、で、相手水タイプなんだけど、アクアリング?あ、これ回復か。なんか徐々に回復していく感じかな?だけど多分ね、伝説のポケモンだから、放電で一発はさすがにないから。あ、OK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 。これで、いいね。絶対レード。これ、めちゃくちゃ強かったよね、これ。確か、サファイアの時。サファイアだよね。正直ちょっと忘れたんだよね。どうしよっかな。これ回復した状態だから、一回噛み砕くで、さすがに倒さないよね。あ、オッケーオッケーオッケー。ちょうどいい、ちょうどいい。で、多分回復されるから、これがちょっと、ちょっとめんどくさいな。まあまあ、だけど結構いいね。お、いいじゃん、いいじゃん。だけど回復くるか。うわ、これが痛そう。大丈夫?やっぱそうだよな。いやー、やられるか。うわ、アクアリングかな。あ、水のリングね。どうしよう。まあ、これはトニーでいい気がする。まあ、こっからが勝負。勝負だな。ここで、ハイパーボール。さあ、どうだ?まあ、難しい。全然効いてない。絶対レード。いや、これ強かったイメージがめちゃくちゃあるな。本当に。なんか絶対レードが来たらもう一撃的な感じで死んでたのかな。めちゃくちゃアクアリング使うな。うわー、どんどん回復する。頼む、ハイパーボール、これで取ってほしい。いや、一回は揺れるんだよな。どうだ。あー、よかったよかった。そんな食らわないよね。オッケー。それだけで十分。もう一回回復したら、ちょっとメタルクローとかで攻撃しようかな。なんか倒しちゃいそうでめちゃくちゃ怖いんだよね。オッケー。もう一回行こう。
倒すとちょっとめんどくさいからね。まあまあまあ、じゃあ次はちょっと攻撃するか、さすがに。でどのぐらいなんかダメージ与えれるかもちょっと見ときたいな。まあ、メタルクローで十分だとは思うんだよね。威力もそんな高くないし。じゃあメタルクローで。さあどうだ。全然食らわないじゃん。普通に全然攻撃してよかった。冷凍ビームか。おー、いい戦い、いい戦い。いいね。あ、だけど、普通にバブル光線とか使っていこうかな。さあ、行け！バブル光線！相手は水だから。おー、だけどまあ、いい感じ、いい感じ。あれけど、どっちもなんか、普通に回復してるな。ドリルくちばしとかはどのぐらい？ああ、いいね、いいね。なんか、急所に当たってほしくないな。ワンチャンいけるんじゃないかな。ドリルくちばし、もう一回。急所に当たらなければね。あ、いいじゃん。これで一回タイマーボールとか投げてみようかな。まあ時間的にもかなりターン稼げたとは思うから投げてみるか。じゃあ行きます。タイマーボール。タイマーボールやっぱね強いよね、本当に。ターンを稼ぐと。まあちょっと今出ちゃったけど、うん、これがちょっと痛いけど、まあ、なんとか耐えれる。まだ回復するか。ここはもう一回タイマーボールで。うわ、一回で出る。いいよ、素晴らしい。まあ、タイマーボールもうこれしかないな。まあ、それかもう一が出るな。相当ちょっと厄介だな。使おう、ドリルくちばし。危ないな、ハイドロポンプ使うとこだった。オッケー。いやー、これ倒すかな。どう？なんか耐えそうな感じするけど。オッケー、よし、めちゃくちゃいい。オッケー、これでいけるんじゃない？タイマーボールで。うわ、出るか。いや、もうこれもう投げ続けるしかない。お、やばいな。てか凍りついたんだけど。え、まさか氷溶かした？おお、すごいな。一回ね、回復します。
さあ、3回目。いやー、もう取れる気がしないね。頼む、クイックボールで。取ってくれ。まずは威嚇同士か。威嚇と雨降らし。いやー頼む。クイックボールで。めっちゃ時間かかった。よっしゃ、やっと取れた。いやーもうね、緊張がやばかった。最後振った時、出るな出るなってもうずっと言ってたもん、心の中で。よっしゃ、めっちゃ時間かかったぞ、海洋が。オッケー、一応取れて本当に嬉しい。グラードもこんな感じかな。やばそう。てかくしゃみが出そう。さあ、大会の部屋で海洋がどんな感じ？おお、ほんとリアルだな。オッケー。じゃあ一回、うい、なんか、謎の実。へえ。あ、ちょっと待って。イバンの実。なんかめっちゃ実あるな。で、多分もう一個、実かな？ミクルの実。これだけ？これだけか。オッケーオッケー。じゃあ戻ろう。オッケー。じゃあここで、まあ、石板もらいます。いや、海洋がね、過去一やばかった。白ナス並みに多分時間かかったね。じゃあね、最後海洋がの、まあ、性格はおっとり、特性雨降らしで、冷凍ビーム、絶対冷凍、アクアリング、根源の波動。多分今まで撮った、伝説のポケモンで多分一番強いね。見た感じ。技が。本当に強い。全然使えるね。まあ、ってことで一応今回はここまでにしたいと思います。最後まで見てくれて本当にありがとうございます。この動画が少しでも良かったらぜひ高評価、あとチャンネル登録よろしくお願いします。ってことで、バイバイ。